こんにちは翔太です今回はまあ近々来るであろうですね、MR 装備の1000円セットですね、こちらを絡めたですね、おすすめのセット効果について話していこうかなというふうに思います。1000、ま、円、あ、にもですね、意外と使えるんじゃないかなというような気もしてきたので、それについても話していけたらなと思います。それでは今回の目次なんですけど、まずですね、各装備のセット効果についておさらいしようと思います。 でその次に、声援装備の紹介ですね、まあ、昨日もですね、えー、お話しした内容にはなるんですけど、まあ、声援装備の詳細について話していきます。で、その後にですね装備の組み合わせで、各装備の組み合わせでですね、どういった効果が発動するのかっていうような話をして、最後にまっとうもやろうかなと思います。えー、まずは、ですね各装備のセット効果になります。まあちょっと今回はでですね最終的に使うであろうろ、えー、王者実月混沌 深淵、声援ですね。まあ、これらの装備についてのセット効果を話していこうと思います。えまずは陶器心ですね。こちらに関してはまあ6件までで、2件で攻撃力12%、4件で HP20%、6件で防御貫通300がつきます。で、王者に関してはですね、2件で HP10%、4件で攻撃力10%、実ゲーズに関しては2件で HP22%、攻撃力14%、防御貫通300。 混沌に関しては2件で攻撃力16パー、体力レベル ×130、防御貫通500。で、深源に関してはちょっとここだけイレギュラーになっていて、1件で攻撃力10%、3件で体力レベル ×200 で、5件で攻撃力12%、6件で防御貫通1000となっております。で、震源になるとですね、まあ、再びグースに戻って、 2件で物理回心ダメージ耐性60%、砲術回心ダメージ耐性40%、防御貫通800、4件で攻撃力10%、体力レベル ×240、6件で攻撃62%、HP 上限40%となって、ですね1000、まあ、援になるともう1つのセットステータスですね、まあ、3つとか2つですね、ステータスが上がるという、かなりですねこれまでと比べるとインフレが進んだなというような印象がまずあります。 で最初に言っておくと、1000円セットの2件でですねのセット効果で物理改進と法術改進のダメージ耐性があると思うんですけど、こちらに関してはですねあのいくら上げてもですねえクリティカル出たとき、1.5倍攻撃力、デフォルトでされるかなと思うんですけど、それ以下にはならないんですよね。あの物理改進、ダメージ150%以下にすることはできないので。 まあここですね、まあ、めちゃめちゃ育てると会心、えー、クリティカルのダメージ減らせるかなと思うんですけど、1.5倍が確実にあのダメージ与えられてしまうので、そこは要注意です。まあ、まあ60%であれば、指輪の伝説人技で80%上げてる相手にはですね、まあ、加減に乾燥するってことはないかなと思うので、まあ、優秀な効果かな,かなとは思います。で、王者装備に関してはですね、注意が必要なんですけど、こちらですね、吹雪、指輪、兜、鎧のみの 装備となっておりますので、まあ、4種類しかないというととうころがが注意が必要で新深淵セットですね、こちらに関してのみ、セット効果が奇数で発動、まあ、6件で6件以降は偶数になるんですけど、1、3、5っていうのは、ですね奇数でセット効果が発動するようなものとなっておりまして、新、ま、エ、あ、セットを組み合わせてしまうと、ですねどうしても他の装備のセット効果で余りが出てしまうというふうなものになります。 これまで、まあ、上位勢であれば最終的な装備の到達点としては、まあ、深淵3実月2っていう組み合わせで HP を担保してもらうか、まあ、防御無視のダメージを増やすためにですね、まあ、深淵6ですねっていうところにして火力を上げてもらうっていうような使い方をされていた方が多いかなと思います。 まただ、ですね深淵6にすると見てもらうと分かるようにえ HP 関係がですね 3K の体力レベルかる2 0 0しかないというところで HP をパーセンテージで上げるようなものっていうのがですねないことからですね火力はもちろん上がるんですけど、まあ、HP が下がってしまうっていうような問題がありました。でそこに関しては水淵セットでですねめめちゃめちゃゃ改,改善というか 40%っていう、これまでは何だったんだっていうぐらいですね、HP 上限を上げてくれるようになったので、これは非常にですね、強力かなというふうに思います。で、1000円装備の詳細について、まずは話していきます。え各部位ごとにですね、1 0円効果っていうものがですね、1000円ステータスでしたっけっていうものが追加されてですね、まあ、それぞれ、 ま特徴的な効果っていうのを持っております。まず武器に関してはこちらは深淵と同じでですね攻撃力が1%のみ伸びてます。 で150からレベル200まで上げることができるかなと思うんですけどそれによってですね声援ステータスも伸びていくので、まあ、初期と最大でですねそれぞれ声援ステータスを示しております武器は攻撃力3%から13%まで変化しますで、深演ステータスからですね攻撃力は約15%で、負荷ステータス筋力、敏捷、知力、体力ですねこちらに関しては20%程度伸びているかなと思います で副装備に関してはです、ねえ、各職業ごとに筋力、敏捷、知力値のダメージが、ね、0.5倍から2倍まで出るようになります。 で、深淵からはだいたい20%ぐらい全体的に伸びるというような印象です。指輪に関しては攻撃力ダメージ3%から11%が追加されて、深淵から20%ほど伸びます。え、かに関しては物理バリア16から物理バリア46っていうものが追加されてですね、深淵からはだいたいステータス20%ほど伸びます。 でまあ、腰当てに関しても同じですね、砲術になっただけでレベルかけ、えー、体力かける ×16 から、えー、46までつきます。で、鎧に関してはですね、物理と砲術バリア、どちらもつく代わりに、えー、兜とと腰当ての値は半分になってますね、体力かける ×8 から体力かける ×23 っていうのがついて、それぞれですね、えー、深淵からの伸びとしては20%ほどステータスが伸びるというような印象があります。 で、このバリアがですね、非常に強力で、物理バリアであれば、まあ、武将からの攻撃をカットしてくれますし、砲術バリアであれば、帽子からの攻撃をカットしてくれる。しかもこれがですね、まあ、毎ターンこのバリア分回復する、このバリアが張り直されるっていうところで、まあ毎ターン影効がですね、付与されるっていうところがあります。で、しかもですね、このバリア、体力かけるなんちゃらっていうようなものになっているので、まあ最大ですね、体力レベルかける 体力69っていうようなバリアが貼られるんですけどそうなってくるとですね、まあ、3000万ぐらいのバリアを張る方っていうのも結構出てくるのかなというふうに思います。 でそうなると毎ターン3000万回復しているようなものになりますので、まあ、このバリアですね、っていうのは個人的には優先的に解放していくのがおすすめかなと思います。なので、まあ、これからですね、声援装備、えー、セット効果について話していきますけど、基本的には武器と右側ですね、株と鎧、腰当て、これらを声援化するっていうのがまず最初の目標かなと思います。えー、副装備と指輪に関してはですね、一応ダメージ伸びていくんですけど、まあ正直 次ですねこれぐらいであればまあそこまで優先度としては、まあ、今もですね筋力のダメージ防御無視とか攻撃力の防御無視スキルであると思うので、まあ、わざわざです、ね、優先的に開いていくものでもないのかなと思います。 スステータスですね全体的に20%ほど伸びるっていうところがあるんですけど、1000、まあ、円の150とステータス一緒ぐらいの新縁ていうのがレベル170から175ぐらいとなりますので、まあ、少なくともですね、1 150にすると、まあ、新縁170ぐらいとは同等の、えー、ステータスを持つっていうところがあるかなと思うので、まあ、新縁使ってる方はですねあの、レベル1回下げてもらって、1000、えー、円化するっていうのはですね、まあ、全然ありかなという,というか、そちらの方が 強くななれるかなといいう,うに思いますで武器に関してもですね震源一でですねあの攻撃力10%っていうセットステータスがあったので攻撃力下がるかなと思ったんですけど声円化するとその攻撃力アップ分なくなるんで、まあ、ただ計算する限りはですね攻撃力15%ベースで伸びるっていうことを考えるとあの武器だけでもですね声円化することで攻撃力伸ばしていくことができるかなというふうに思います。 でおそらくですね、深淵 200×6 ですね、今、装備している方もですね、あの一度ですね、1150×6 にしてもらった方が強くなれるのかなというふうに思うので、まあ、一度ですね、そちらも検討していただくといいのかなというふうに思いました。まあ、武器は下げない方がいいと思いますけどね、武器はちょっとなるべくですね、200、まあ最大200かなと思うんですけど、頑張って現状のレベルを維持してもらうのがいいのかなと思います。 それではですね、各装備のセット効果について話していこうと思います。 まずは千円6ですね。まあ、これ最強セットです。あの物理回心ダメージ耐性60%、砲、えー、術回心ダメージ耐性40%、防御貫通800、攻撃力10%、体力レベル加計240、攻撃力12%、HP40%。防御無視も追加されますし、バリアも追加されるというところで、ですね、まあ、これが最強セットなんで、まあ、正直、ですね、まあ、全プレイヤーの、まあ、最終的なゴール、えー、装備の到達点としては、この千円6になってしまうのか。 かなといいう,うに思います、まあ、これまでは「深淵6」と「深淵3実月2」っていう、まあ、2パターンあったかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれからはですね「声援6」っていうのがもうこれ最強のセット効果かなというふうに思うので、まあ、これを目指していくっていうのがですねまあプレイヤーたちの目標になっていくのかなというふうに思いますで続いて声援4 実月にっていう組み合わせになります、まあ、こちらは課金者向けの、まあ、HP を確保するようなセット効果になるかなと思います、まあ、先ほどのですね、声援6の攻撃力12%と HP 上限40%というのはなくなるんですけどその代わりに、えー、実月の HP22% をつけるというふうなものになります、まあ、今の深演算実月2っていう組み合わせを、まあ、今風に声円風にしたのがこれになるかなと思います声援化するおすすめとしてはですね、まあ、武器 兜鎧腰当てですね武器と右側の装備をまあこれをすることでですね防御無視っていうのは声援、えー、で出すことできないんですけどバリアっていうのを貼っていくことができるので、まあ、かなりですね、えー、耐久性上がるかなと思うのでまあ派者向けで16、まあ、無理だよっていう方はですねこれ狙ってもらうといいかなと思います。 で続いてですね、1000円4、王者2っていうような組み合わせになります。まあこちらはですね、1000円4なんとか作れたけど、ちょっと実月まで手が回らないよっていう方向けの、まあ無課金の方向けの HP アップのセット効果になるのかなというふうに思います。まあ先ほどですね、HP22% だったところが、まあ、王者になりますんで、まあちょっと HP10% になるっていうところがあるんですけど、まあ HP 少なくとも上げていけるようなセット効果になるのかなと思います。 でまあ、声援の箇所としてはですね武器株と鎧腰当て先ほどと一緒ですこちらであればバリアも貼れるのでおすすめかなと思いますで続いて声援4混沌2っていうような組み合わせになります、まあ、こちらはですねどちらかというと火力を優先させるで混沌使っているっていうところからですね、まあ、課金者向けの火力を育てたい方向けになるのかなというふうに思います えこちらに関してはですね先ほど HP パーセンテージを上げていた部分がですね攻撃力16%になるっていうところで、まあ、火力は伸ばしていけるかと思います1000円箇所は武器兜と鎧腰当てでバリアを張っていくのがおすすめかなと思いますバリアをどれぐらいの値で出せるかっていうところによると思うんですけどもバリアだけで十分耐久性を上げれるのであればですねこちらで火力を上げてもらうっていうのもありなのかなと思います で続いて、1000イオ陶器心2っていうような組み合わせになります。まあ、こちらはですね、無課金の方向けで1000イ作れた方の火力装備になるのかなと思います。まあ、先ほどですね、混沌であれば攻撃力16%だったんですけど、まあ、無課金の装備っていうところで陶器心にすると攻撃力12%上がります。1000、え、円、ー、化する箇所は先ほどと一緒です。 で続いてですね、ここからは声援2っていう組み合わせに移っていこうかなと思います。で、ま,あ、まずは精援2、深淵3っていうような組み合わせですね。まあ、ちょっとこれは誰向けなんだろうっていうところはあります。まあ一応 HP が上がる組み合わせになるのかなと思うんですけど、これは基本的におすすめではないです。というのも HP パーセンテージで上がるところがないので、まあ、体力レベルかける200ぐらいだと、あの王者とか実月装備した方が HP 伸びていくかなと思います。 まあ内容としてはですね、えー、声援としては物理回心ダメージ耐性60%砲術回心ダメージ40耐性40%防御貫通800で震援で攻撃6 0体力レベル ×200 上がりますで声援2をつけるときはですね個人的には声援化する箇所としては武器と鎧がいいかなと思いますというのも兜を優先してしまうとですね例えばあ,のあちらであれば物理バリアしか貼ることできないので、まあ、やっぱりですね 物理バリア、包術バリア、どちらも張った方がいいのかなというふうに思いますんで、まあ、鎧ですね。1000円か優先してもらうのがいいのかなと思います。で、正直ですね。深淵装備 使うのであればですね、まあ、一度レベル150に戻してでもですね、1000円装備にしてしまいたいのかなというふうに思いましたので、まぁ、新円っていうのは、ま1000円というセットで使うものではないのかなというふうに、個人的には考えております。まあ、もちろん、さまざまな考えあるかなというふうに思うので、これはあくまで私の考えにはなるんですけど、まぁ、新さ3使うぐらいであれば、ま1000、あ、円4にしてもらうのがいいのかなと思いました。で、 今度はですね、千円に実月に王者にっていう組み合わせになります。えー、こちらはですね、まあ、無課金の方向けの、まあ、HP 上がるセットになるのかなというふうに思います。これかなり上がりますよ。あの、HP22% と HP10% ですね、実月と王者って上がりますんで、まあ、体力レベルかけるなんちゃらっていうのはないんですけど、HP22% と10%上がるっていうのはかなり大きいです。 とと、えー、とししてては武器と鎧にしてもらうののがいいいかなと思いますこれでバリア張って耐久していきましょう。でこの組み合わせだとですね、まあ、ちょっと私の手元で確認する限りあの深淵さんと王者にっていう組み合わせとですねあの単純に実月に王者にで深淵につけた組み合わせの HP 比較するとですね え深淵に実月に王者2の方が体力レベルける2 0 0ないにもかかわらずですね、H、HP が上がったっていうところがありますんで、まあ、これですね、かなり HP 上がるはずです。声援4、実月にっていう組み合わせができない方にはですね、これかなりいい組み合わせかなというふうに個人的には思いました。 で、えー、声援に混沌に陶器心にっていう組み合わせになるんですけどこちらはですね、えー、美化金の方向けの、まあ、火力に寄せたような組み合わせになるのかなというふうに思いますえっ、ー、と先ほど HP が上がっていた部分がですね、えー、攻撃力16%と攻撃力12%に上がっているようなものになります、まあ、声援は武器と鎧にしてもらうのがいいのかなと思います で続いてですね、声援に王者に、投機神にっていう組み合わせになります。こちらは無課金の方向けの、まあ、個人的にはどちらかに寄せた方がいいかなとは思うんですけど、バランス型となります。え王者で HP10% 上げて、投機神で攻撃力12%上げているようなものになります。で、王者4にするとですね、攻撃力10%上がるんで、王者4でもいいんじゃないかっていうところはあるんですけど、 王者装備って結局ですね武器と腰当てがないのであの鎧をですね声援化することができないっていうところがありますあの消去法的にですね武器と腰当てが声援になってしまうというところがあるので法術バリアしか貼れなくなるっていうところがあるので王者4っていう組み合わせはですね正直おすすめではありません でこちら最後になるかなと思うんですけど声援に投機心4っていう組み合わせになります、まあ、こちらも無課金の方向けのバランス型になるかなと思いますえ攻撃力12 HP20 ついておりますんで、まあ、体力を上げるのであればですねあのこちらの投機神セットの方が負荷ステータス体力に寄せやすいというところがありますんでこちらの方が いいかなというふうには思います、えー、声援としてはですね、えー、武器と鎧でバリアがつくのでいいのかなというふうに思います、えー、まとめになりますまあ、声援装備の追加によってですねまあ、セット効果が奇数で発動する深淵装備っていうのはですね使用率まあ格段に落ちるんじゃないかなと思います深淵装備使うぐらいならレベル下げてでも声援装備にする方がいいのかなというふうに思いますんでまあ、ちょっとここはですね 新淵装備、これから見なくなっていく方向なんじゃないかなと思います。で、1000円6っていう組み合わせがですね、もちろん最強です。最強ではあるんで、まあ、現状ですね、新淵6で運用している方はですね、まあ、レベル落としてでも、こちら進化させる方が強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんですね、MR 結晶ですね、これがちょっとどれぐらいするのか、 まあ、ショップとかで交換でもらえるんであれば個人的にはそこまで気にするほどではないのかなとは思うんですけどこれがですねまあ例えば1個3000元法で30個いるよとかそれは高すぎるか、まあ、ちょっと高すぎる気もしますけどそういった、まあ、元法で 交換するようなアイテムになると結構きついかなと思います。あの真髄炭もあれ課金アイテムになってるんでちょっとそれと同じ感じで出されると、まあ、ちょっとこの気軽にですね MR 結晶だけとはいえ進化させるっていうのは難しいのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりですね深淵を使うのであればもう繊維に進化してしまう方がいいのかなとは思います。でセット効果がですね偶数に戻ったっていうところがありますんでこれはまあまあ 深淵で失敗したんですかね。まあ、伸ばしたいパラメーターによってですね、陶器神、王者、実月、混沌装備ですね、これらを組み合わせることで HP を上げたり攻撃力を上げたりっていうのがですね、まあ、割と自由自在にできるようになったかなというふうに思うので、これはまあ良かった点かなというふうに思います。えー、これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。